器との、はい、相性というか、まあ、普段使っているような器とはちょっと違ったので、どういうふうに表現したいというのかなっていうか、まずそこが考えるところでした。はい、まあ、ニコさんのイメージというと、まあ、あれに使いやすい。そうです、そう、ね、僕も一番いますし、休日の時も、はい、まあ、あの知り合いのシェフとかの話を聞いたりして、まあ、そういうところに、ご自身で、はい、あ、そうですね、まあ、使う使わないは